てもいいんだ。わかる？リングを挟んで、なおかつ平行。平行に2対1が進みます。この話聞いたことある？初めて？うん、いいわ。で、まあ、パスで行ってもいいし、ドリブルで行ってもいいです。で、平行に進むということ。なんでかっていうと、平行に行ったら、ディフェンスは両方守らなあかんと。平行に行ってたら、俺の方についてたら、後ろこっちが空いてるし、林さんにつこう、林さんにつきに行ったら、こっちが空いてるな、自分が。なので、両方つくことが難しいから、一緒に行ける。わかった？でなんて、なんでだ、別に林さん、さっき行ったらでええやん。さっき行って。さっき行ったら下がるわな、平山。だって、ここ遠いもん。で、こうやって行ったら、あっちに押さえておいて、あんなこと行くんだなって、またこう。で、近いからまた戻れるっていうふうになります。わかった？だから、2対1は平行で攻めます。こんなとこある？ 2 対1なんて、はい、走りたい。走って、さっき走らしておいて、この辺でシュート打って決めるチームあるやな。入ったらラッキーです。わかる？だけど外れたら今のトライの確率も高いよな。じゃなくて2対1や3対2はうちのチームは確実に決めてしまうっていう速攻をやっています。だから平行に、例えば林田が遅れてた、遅れてるけど2対1になりそうなの分かってるみたいな、しかねえよ。だからちょっとストップモーションでその間林田走らせておきながら2対1をする。分かる？もしくは林